パリのディオニュシウス、パリのディオニュシウス、ディオニュシオス、250年頃あるいは、パリの聖、ディオニジオは、キリスト教の殉教者で、カトリック教会で聖人。三世紀のパリの主教で、250年頃に、殉教したとされる。フランスの守護聖人として、また十四九難聖人の一人として知られる。ディオニュシウスという名は、ディオーニューソスの召使いという意味である。 現在ではフランス語、英語で、デニスと表記され、日本語では、セイドニ、サンドニと呼ばれることが多い。フランスの都市産イコール、ドニの名前の由来である。トゥールのグレゴリウスのことによれば、ディオニュシウスは、パリ持続の司教で、剣で首を切られて殉教したという。彼の人生と迫害とに触れた、最初の文書、聖、ディオニュシウス、ルスティクス及びエレウテリスの受難。 バッシュオ・ SS、ダイアニジレス・タイチエ・エルザーアイは、六百年頃に、成立したものである。本書は誤って、詩人のベナンティウス・フォルトゥナトゥスの作とされてきたもので、伝説集的なものであるが、その記述によればディオニュシウスは三世紀、ガリアを回収させるため、イタリアから送り出されたものと思われ、ファビアヌス教皇の指示のもと送り出された、ガリアへの伝道者の一人であるともされる。これは、 デキウスミカドの迫害によって、ルテティア、パリの古名のキリスト教徒の小集団が解散した後のことであった。ディオニュシウスは不利の同志であり、共に殉教したルスティックス及びエレウテルスと一緒にセーヌ川の下島で暮らした。ローマ時代のパリはセーヌ川から離れた砂岩の高地に位置していた。ディオニュシウスは多くの人々を回収させたために異教の僧侶の怒りを買い、 ドルイドの聖地であったと思われるパリ近郊の最も高い丘、現在のモンマルトルで残首刑に処せられた。現在のモンマルトルという名は古いフランス語で殉教者の山という意味であり、ディオニュシウスらの殉教にちなんで名付けられたものである。ヤコブスでオラギネの黄金伝説によると、ディオニュシウスは首を切り落とされた後、それを拾い上げ、 説教をしながら数キロメートルを歩いたという。彼が説教をやめ本当に死んだ場所には小さな礼拝所が建てられ、歴代フランス国王が埋葬されるサンイコールド二大聖堂になった。他の説では彼の遺体はセーヌ川に投げ込まれ、その夜彼によって回収した者たちによって収容され埋葬されたという。ディオニュシウスは死後間もなく崇拝の対象になった。 ディオーニュシウス、エレウテルス及びルスティクスの遺体は殉教の地に埋葬され、パリの人々の支援を受けた聖ヌビエーブによ、その名を冠したバシリカが創建された。やがて、ディオーニュシウスの名は、フランス軍の時の声、モンジョワ・セインツ、デニス、モンジョワ・サン・イコールド・ニ、我らの喜び・サン・イコールド・ニよに使われるようになった。彼の墓所に奉検された旗は、軍旗となり、 フランスの国旗となった。754年、フランス出身の教皇ステファヌス三世は、ディオニュシウス数系をローマに持ち込み、これによって、数系は、フランス国外にも広がった。彼への数系は、間もなく、ヨーロッパ中に広まった。ディオニュシウスは800年以降各地で祝われていたが、1568年になって、教皇ピウス五世によって、正式に劣勢され、 生人歴に加えられた。ディオニュシウスの祝日は10月9日である。カトリック教会では、ディオニュシウスは14級南聖人の一人として、数形されてきた。ディオニュシウスは、悪魔付きや、頭痛の時に鳥なしを願うと効果があるとされていた。10月9日は、ディオニュシウスと、その同士で彼と共に殉教し埋葬された、ヒサイルスティクス、女債エレウテルスの祝日として、 伝統的に祝われてきた。少なくとも旧世紀から、ディオニシウス・アレオパ・パギッタの伝説とパリのディオニシュシウスとは、しばしば混同されてきた。八百十四年頃、ルート・ビヒ一世は、ディオニシウス・アレオパ・パギッタの著作とされる書物をフランスにもたらし、それ以来、フランスの伝説作家の間では、パリのディオニシュシウスは、有名な宣教師で、パウロの弟子であったディオニュスと同一人物であると、 するのが一般的となった。聖、ディオニシウスと、ディオニシウス・アレオパギタと、ルートビヒ一世がフランスに持ち込んだディオニシウス作と、される書物の実際の作であるニセディオニシウス、アレオパギタとの人格の混同は、サンドニ修道院の院長、ヒルドゥインが、ルートビヒ一世の求めに応えて八百三十六年に、表した、アレオパギティカ、アレオポジタカにってさらに広まった。 今日の歴史書編集者の間では、この点について異論はない。ディオニュシウスの首なしで歩く様は、美術上は残首され、司教の衣装を身にまとい、ミトラをいただいた自分の首を手に抱えた姿で描かれる。この場合、画家にとって後輩をどう扱うかがこの画題特有の問題となる。首がかつてあったところに後輩を拝する画家もいれば、聖、ディオニュシウスが持ち運ぶ。 首の周りに後輩を描く画家もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。